こんにちは。ストッカー授グの久保でございます。今回ですね、いただいたメールに、まあ、お答えしていくという形を一般公開させていただきますので、ちょっとプライバシーに配慮しながらね、だらだらと喋っていこうかと思います。よろしくお願いします。えっ、ー、と、まあ、あのー、今いただいたメールの内容なんですけども、シングルマザーの方が本音で語るみたいなね、そんなとこでございます。まあ、本音といってもね、まだまだ本音の上の部分ですね。まあ、上積みの部分なんで、 あ、ああそれれはるるるよあるよっていいうう風に言う方がいるかもしれませんでそこに私なりの視点をちょっと加えながらねお話していきたいと思いますのでもしかしたらちょっとねシングルマザーの方の気持ちを逆なですることがあるかもしれませんけども、まあ、私もねそういう風なこうな無礼なことをやりたいわけではなくてこういう風な見方もあるよっていう風な一つのね、えー、角度からの意見という風になりますんでそこはねちょっとご容赦頂きたいかなと思います。もちろん あのシングルマザーの方をこう特別にね、ヒゲしたりとかね、差別的に扱ったりってことはありません。ただ、あそういうふうに風当たりが強いことを感じたときに、こういうふうに考えたらどうですかとか、現実はこうですよみたいなことがね、折々混ぜ合わせながらということになりますんで、えー、その辺はちょっと穏やかに穏やかに受け止めていただければと思います。はい、前提はちょっと長くなりましたけども、いろいろとね、メールを読みながら、本当にダラダラと答えていきますので、ぜひね、YouTube の 速速度、倍速にしてて聞いいください私も今回は早口じゃなくてじっくりとお答えしていこうかと思います、はいえっと、まずねビジネスをやる上であのやっぱりねインターネットを使って自分の名前や顔を出すのが怖いよって方がいると思いますもちろん名前はねペンネームでやったりとか、まあ、架空の名前を使ったりっていうのもいいと思いますあというのがね本名で何でもかんでも言えばいいってもんではないっていうのはやっぱり防御力がある人は本,あの本名でもいいんですよ 例えば私は久保哲郎でやってますけども、久保哲郎で検索すると、当然ですけども、いろんなものが出てくるわけですよね。もちろん私は誹謗中傷したものもあると思いますし、出身校も出てきますし、交友うう関係も Facebook で検索するとすぐわかるわけなんですよ。で、もしかしたら私自身よりも私の周りの人に類が及ぶかもしれないなと思ったら、そこはね、えー、本名じゃなくって、例えば木村達也みたいな感じでやってもいいかと思うんですよ。うん、もちろんね、あのー、 なんですかね、架空の人物をでっち上げてルパン三世みたいな感じでやってもいいと思いますそうすると検索されてもね怖くないでしょ、まあ、そういうふうな感じで、まあ、ペンネームでやると安全度はちょっと高まるかなと思いますしインターネット上でペンネームでやるのもそんなに珍しいことじゃないんでねうんだからまあそんなに信頼関係を壊すってことにはなんないと思いますただねやっぱり YouTube 活動する時に自分の姿が出てないっていうのは YouTube っていうのは発信者の姿が見えるから 信信頼頼構築できるる視聴者さんが信頼しててて扱っっくれるメディアになっていますよね例えば今の私のねこの顔をさらしてずっと10年近く放送してますけども多分私にメールを下さった方っていうのは私が名前や顔を出してこうやって毎日喋ってるからあ信頼できそうだなと思って連絡してくれてると思うんですよ。例えば私がこうやって動画放送していてもこんな感じでね声だけで何も出てなかったらどうでしょうかってこととかサングラスをかけてね なんか身分を隠しているような人に相談したいですかってことになるとちょっと考えは変わってくると思うんですよ。ということを考えていくとねやっぱりビジネスっていうのは人に信頼していただくためにどのぐららいいい自分をさらけ出せるるかかっていうとところがスタートラインになるかと思います、えー、とよく私例に出すんですけどもコンビニの店員さんって1日に800人ぐらいの不特定多数の人が店にやってきちゃ出ていくんですよ。 その中にはちょっと怖そうなね、顔をした人が、おい、ちょっとお前、姉ちゃん、タバコくれや。まあ、それや。メビウスや。メビウスや。みたいな感じで、よくわかんないことをね、言うかもしれません。怖いですよね。で、もしかしたら、胸ぐらつかんできたりとかね、おでんをツンツンしたりとかするわけですよ。すぐに実害につながるのが、多くの人が時給900円ぐらいでやってるアルバイトなんですよ。で、こちらを恐れずしてね、名前を出して、本名を出して、顔を出してやってるわけでしょ。そちらを恐れずして、なぜね、 インターネットでやってるようなこんなね、直接触れられるわけでもないし、何かを取られるわけでもないような、こんな YouTube の放送で顔を出すことを恐れるのかなと。ちょっとここは先入観のね、入れ替えをしないといけないですね。うん。だからどっちかっていうと、リアルでやってるほどのが怖いんですよ。出勤するときとか、まあ仕事をえて帰るときに待ち伏せされちゃったりするっていうのはありますよね。でも YouTube でこうやって放送してるときに、いきなり後ろから流れかかってくる人いないですからね。 いいるとしたらら。すすごい超能力者になってきますからまか、あ、ですんで顔出しは必要以上に恐れる必要はないですけどもでも多くの方が顔出しは怖いっってて先入観を持ってることがかります。ですんで私がねこうやって顔出して名前を出してやってるところで家族の人が「ちょっと怖いんだけどね大丈夫?」って言ったらやっぱり控えていかないといけないかなっていうふうなバランスも必要ですよ。大丈夫なんだよっていうふうにして人の不安をよそにやることではないかなと思いますんでその辺はよくね周りの人を 理解させてあげているかどうかってことになると思いますはい。でもまあね一番怖いのはお金がないことだと思います自分の名前や顔が晒されるっていうのは要するに有名になっていくってことなんで実は稼ぎやすくなるってことなんですよあまり悪い例ですけども良くない言葉になりますけども悪名は無名に勝るってことがあるんですよ うん、要するに悪い名前でも知られてないよりはいいよねってことなんですけどもでもあえてね悪人として有名になるのは私はねちょっとねヘズマリュウさんじゃないですけども前進められないんでやっぱりいいことで有名になることを目指すべきだと思いますいいことでね人を喜ばせたり癒すことで信頼されて有名になるとそういう道を最初から歩んでほしいなと思います成功法でね邪道としてては人に迷惑をかけて その迷惑拡散を狙う悪事戦里を走るっていうのを狙う手もあるんですけどもそれって確実に被害者生まれまれすしし本意でではないでしょうだから悪いことして有名になるぐらいだったら私は無名のままね生涯を終えることを誇り高く選ぼうと思いますけどもねはいじゃあ次ですねえっと今回はねあのシングルマザーあるあるについていろいろとね、えー、お話しいただきましたんでそれについて、えー、私なりの考えもお話ししていこうかと思います えまずね、離婚したことを必要以上に人に言わないってことがありますけども、まあこれ、離婚したこともそうですけども、結婚した理由って別にいちいち人に言わないですよね。聞かれたら答えることがあるかもしれませんので、それはね、だから、離婚した人が特別、なんかこう、人に物を言いにくいってことじゃないんですよ。自分が結婚した理由も相当聞かれないと言わないですからね。こういった視点で考えていくと、まあ結婚した時も、離婚した時も、うん、あんまり人はね、 うん関心を持ってこないし、関心を持ったにしてもすぐ忘れるんですよね。あまり気にしなくていいのかな。特に、あの、離婚してる方って今ね、えっ、ー、と、60万人中20万人でしたっけね。3分の1組が離婚してるんですよ。だから離婚は全然珍しいことじゃなくって、3組のカップルがいたら、1組は離婚してるわけですから、要するに3割ぐらいの確率で離婚するんですよ。3割っていうとなかなかのね、バッターで言ったら強打者ですよ。 4番を打つような人ですよ一郎みたいな人ですよつまりは結婚すると離婚する可能性が33%あるってことなんで全然珍しいことはありませんプラスですね結婚している手は取ってるけどもほとんど離婚状態だよっていう方もいらっしゃいますよね家庭内別居とかねそれから覆面仮面夫婦ですかこういう方こういう方とかねすぐにでも離婚したいんだけどもいろんな理由で離婚できないんだよっていう人を考えると多分現在ね 夫婦の体を持っていてもそのうちの半分とは言いませんけどあれ、ね、数字に出てこないんで何割かは結局離婚したがってる結婚生活なんだろうなってことを考えるとなんかね2分の1ぐらいの確率で心理的には離婚してるんじゃないですかこれは、うん、だから相当お互いを強調していったりとか、うん、相手に悲しい思いをさせない初心を忘れないような気持ちで本当に出会った時のねときめく気持ちをお互いに持っていないと 結婚生活を10年30年50年続ける全うすることはかなり難しいと思いますし私はね幸せっていうのは必ずしも愛し合う2人がずっと一緒にいることだけではないと思うんですよ。もしかしたら何かの理由で離婚をしてねお互いに他の暮らしをしてる時にあれもしかしたら別れたの失敗かなと思いながらその悲しみや後悔をかみしめて生きていくこともまあ新しい幸せに向かう一つの 方法ではないかなルートではないかなと思いますんでまあ柔軟に考えていくことかなと離婚だけが悪いことではなくって結局結婚生活よりも豊かに幸せになるために離婚っていう選択肢もありますんでねただやっぱり結婚が一人ではできないように離婚も一人ではできません、うん、どちらかが納得していなければ非常に気持ちの悪い別れになるでしょうねでもそれも込みで自分の人生を自分で選んだってことなのかなとは思うんですよ ちょっと厳しい方になるかもしれませんけどもあの離婚したことをね必要以上に言わないってことは多分あの言ったところでね分かってもらえないってことなんですよ離婚したシチュエーションというのはみんな違いますしねでも現実離婚はありふれた時代になってきましたんであんまりねこう引け目に感じる人はないのかなと、うん、何かが悪いわけでもないし当然 結婚してない人は離婚っていうのがありえないんで、生々してますけども、結婚した以上、毎日のように離婚するリスクはあるということなんですよ。つまりは、お金持ちになったらお金を失うリスクが生じてくるっていうことなんですよね。うん。持たざるものは失う必要がないんですけども、持ったものは失うリスクが生じてくるっていうことなんでしょうかね。ちょっと難しい言い回しになりましたけども、確かに離婚したことをね、必要以上に言わないっていうのはあると思いますが、結婚したこともね、 別に必要以上に言わないですからね。そう考えていくと、うん、そんなに特別なことではないかなと思います。でもね、こう考えて、あの、お考え書いてますけども、あの、この、新ママあるある、うん、これはいいんじゃないですかこれ共感する方多いと思いますよ。で、私が今お話したことっていうのは、納得と反感を同時に呼ぶことなんですよ。あのあの私なりの考え方を申し上げますとね、結局こうなっちゃうんですよ。 まあでもねそれが一つの議論を呼び正直な私の気持ちっていうのがまた広がっていったりとかねその反応を受けて私も考え方が変わったりとかするんで、えー、やっぱり人間ってのはいつもね聞き耳を立てて成長変化を繰り返すもんだなと思っておりますじゃあ次なんですけどもね自分が突然倒れたり病気になったらという不安があるということですけどもこれはね別に結婚生活しててもありませんかこれは <laughs>。うんこれもね うん、でもここに書いてあるお気持ちはわかります一、うん、人でお子さんを持っていると、まあ、お子さんがねあの19歳とあと中学生2人ってことで3人いらっしゃる娘さん3人いらっしゃるんですけどもあのやっぱお母さん一人で3人の娘さんをしっかりと育っていくっていうのはすごく大変なことだと思いますけどもじゃあ夫婦揃っていったら楽なのかって言ったら別にそうでもないんですよね特に男性の方は男性性のの方方ははね。 まあこ,れこう言ったら失礼なんですよ奥さんがいて子供がいる環境っていうのは自分がもし何かあったらあ嫁と子供にな何にもできないなと思うんであれちょっと倒れられないなとかね我慢しないといけないなと家族のために悔しい思いもかみしめていかないといけないなって毎日そういうふうな思いをしてるんで多分シングルマザーになって生じた不安っていうのはそれまで旦那さんが全部抱えていってくれたことだと思うんですよ。 だからね、そういった旦那さんの心の気持ちとかをあの、奥さんがおもんぱかってあげなかったら、他の女性がね、介入する余地になるんですよね。他の女性が、あなたの家庭も大変だよね、っていう風に、どっかのご主人に言ったら、あ、この女性は俺のこと分かってくれるかもしれない。いや、そうなんだよ。って本当にね、うちのもんは全然分かってくれないんだよ。って俺、こんなに頑張ってるのにさ、全然受け止めてくれるところもないし、いや、君なら分かってくれそうだなんて、これなるんですよ。で、したたかな女性は、それをちゃんと知ってるんでね。 疲れた男性を捕まえることが上手なんですよ、ね、うんでたまにいるんですよこういうしたたかな女性がまあそのぐらいその男性になんかねあの惚れてしまったってこともあるかもしれませんけどもでも奥さんからしてみたらねちょっと複雑な思いがしますよね人の旦那に声かけてみたいなところがあったりとか、うんまあ、あんたもあんたでなんで私というものがありながらそっち行くのよみたいなところもあると思うんですけども。でも反面ねあの こんなくたびれた人の旦那のどこがいいんだろうみたいな疑問もあるかもしれないですよね。これは一般論としてあるんですけども、ね。はい、ちょっと話戻しますと、自分が突然倒れたりしたらどうしようっていう不安は、実はね、シングルマザーになんて初めて感じたのかもしれませんけども、ご夫婦でいる時っていうのは、旦那さんが全部それを受けていてくれたっていうところもあるんですよ。だからそこに、今現状、ご夫婦でね、暮らしていらっしゃる方は、 特に女性の方は、あ、旦那さんはそんな思いを毎日してるんだと。自分が倒れたら家族全部が終わってしまうぐらいの重責を何十年も背負っていかないといけないんだと。本当はヘトヘトになる人なんだと。で、すぐに老けます、男性は。そういう思いに打ち勝っていこうとしてね、戦っていると。すぐに老けるし、自分の趣味も忘れるし、お腹も大きくなってくるんですよ。デブになってくるわけですよ。で、酒も飲むようになると思いますし、たまにはね、自分のギャンブルや趣味とかで、 嘘を晴らしたたいと思っっちゃったり、中にはこう、性風俗行ったりねキャバクラ行ったりとかして自分の精神のバランス取ろうとしているところがあると思うんですよこれ男性を弁護する意味で言うわけじゃないですけども男性はどっかでね癒しを求めてるんですよね。戦ってくたびれて血だらけになった時に家庭が癒しの場だったら家庭に真っ先に帰りますけどもそうじゃない場合は癒それを家庭から見ると奥さんから見ると子供から見るとあれなんかお父さんどっかで遊んでるわと。 なっちゃうんですけどもいやそれ遊ばしてくれよって話ですよね前回もちょっとお話ししましたけどもその一家を抱えたお父さんってのはどれだけ残業してもどれだけ知恵度を吐いて稼いできても小遣い3万で1ヶ月やんないといけないんですよこんなバカなと思いますよ私はだって3万円って言ったらね高校生のアルバイトでも3万が5万ぐらい稼ぎますからね、うん、じゃあ家庭を抱えた家族を運営する責任を担った時から 死ぬまででずっっとこのの暮らしなのかと思っちゃうわけですよねそれこそそんな理不尽な暮らしを自分が選択したとはいえね負わされてしかも自分が倒れることは許されないみたいなことを感じながら死ぬ思いですんで私男性にはちょっと強く言いたいんですけどもあっという間に稼げるようになってくれないとそして自由な時間をたくさん持てるようにならないともう、まあ、この狭間で苦しむんですよ。 じゃあ収入も年間で2000万3000万あります。でも時間はすごくあります。毎日ね、家族とゆっくりと何時間も過ごす。余裕があります。コミュニケーション取れます。奥さんとたまにはデートもできます。そういう環境を男性が勝ち取ったら、すごいいい家庭運営ができるわけですよ。でも今、年収300万400万とか、高くても500万ぐらいで、ヘトヘトになるまで働くわけですよ。そしたらその不満っていうのは男性抱えきれずに、どっかで、 あのおかしな方向に行っちゃう家族を捨てる方向に行っちゃうっていうのも分からないでもないですだから早く稼いで早くね家族を楽しんでいただきたいと思いますね自分のお小遣いも3万円じゃ足りないんだったら自分で5万10万20万と増やしていくそういうことができる時代なんでどうせ大変な思いするんだったら早くその大変な思いからね脱出するような方法を取っていただいてまあ40代ぐらいでね悠々自適を勝ち取ってもらいたいなと思いますねこれ男性への メッセージですけどねそうしないと結局家庭を、うん、ないがしろにする方向に進む本能が男性にも備わってると思いますし本能って言うとね責任のがあるみたいなんですけども現実そううなっちゃうんですよね家庭を壊す原因ってのは表面的には男性にありますけども男性の不安とか苦しみを受け止めてくれるところが家の中にないっていうことがあるんですよ。うん、特にねあの、まあ、私の 奥さんの話したらちょっとやばいかもしれませんけども私の奥さんは母子家庭でお母さんとね娘さん3人なんですよでお父さんは途中で、えー、お亡くなりになりました自ら多分私の奥さんが中学生のぐらいの時だと思います3兄弟がみんな中学生とか小学生ぐらいの時ですかねうちの奥さん長女ですからその時にその思春期真っただ中でね恋人もいたかもしれない これから青春のすべてが進んでいくんだって時にお金がなくなっちゃってご主人は自殺しましたその自殺した時の年金でそこからの暮らしっていうのは多少ね豊かになったみたいですけどもどうでしょうかねこの男性のお金の不安を受け止める場所が自分たちの家族の中にはなかったっていうふうに もしかしたら思ったかもしれない時の残された家族のね悲しみっていうのは特に女の子ばっかりで家庭ができちゃうと男性としてはねあの敵に回ることが結構多いんですよね男一人孤軍奮闘みたいなそしたら職場でも辛いし楽しくないし家帰ってきても癒されないしどこに行ってもなんか邪魔者扱いそれでいて自分の自由になるお金とか時間はないもう本当絶望ですよね、うん ちょっとね自分のこと話してすいませんけどそんなことがありましたね、はい、でも自分が突然倒れてる病気になったらという不安ねうんここにすごくいいことが書いてますここでは読みませんけどプライバシーに配慮して、うん、このねシングルマザーなりの立場が書いてますんでこれも共感する人が多いんじゃないかなと思います、はい、じゃあ次ですね子供たちと一致団結っていうことが書いてますここがちょっとねこれからの希望になるかもしれませんね うんえっと、ここでねちょっとだけ読ませていただきますけども「離婚の原因はもちろん私にもあると思いますが」っていうくだりがありますこれがね本当感じれてるのがすごいですね、うん、いいことだと思いますただやっぱり残された家族でなんか物事を言う時っていうのはどうしてもいなくなったあの男性の悪口に偏ることもあると思うんですよ でそれは致し方がないことだと思いますしそうすることによってより残された家族が団結するエネルギーにはなると思いますでもだからこそねもともとはそんなことになってなかったわけですよもともとは別れるような原因はなくてスタートしているのが結婚生活であり家族ですからねだんだんと別れるべき理由が膨らんでいったのを誰も止めなかったっていう意味では家族みんなの責任があると思いますんで 何もね、出ていった人、離婚してどっかに行っちゃった男性だけの、おぉ、生にもできませんし、その人を悪者にして終わりってことでもないと思いますんで、そこは、あまあ皆さんね、自覚はされてると思いますし、うん、なんか一人が悪くてそうなったわけではなくて、何か分かってあげられないところがあったんだろうなってところにもなってくると思いますけども、ここもですね、やっぱり出て行っちゃった人の悪口を言うことは、ちょっと一致団結する一つの要素かなと思いますよね。うん、はい。 まあ、あの男性はねやっぱりね借金と女性問題、うん、言ってみれば男性はね社会でね信頼されてるんですよあの家族以上に信頼されてる部分がありますだからこそ家族はお父さんにお金を貸さないけど赤の他人はお父さんにお金貸すんですよねそしてもしかしたら家族の中でね娘さんだらけの女の子だらけのお家庭にやっぱこう 男性が一人お父さんがいるとどうしても一人だけ男性で浮いちゃう存在になるかもしれませんけどもでも社会の女性はその旦那さんをかなりね包容力を生かして受け止めてくれるっていうこのバランスもあるんですよねらここら辺にねやっぱりいろんな歪みがあるのかなと思いますね、はい、本当にならだらと語ってしまってすいませんで次ですね子供たちの学校行事の参加について意識してしまうってこともありますシングルマザーでしたらこれもありますよね あのー、私の場合はまだ、あのー、教育ってのは始まったばかりですけども基本的にまあ奥さんと二人一組でね、あのー、大和くんの行事には全参加って感じですよね。これはお金と時間の余裕があ,あるからこそできることだと思いますし逆に言うと私はねお金と時間の余裕がないからあの40歳まで独身っていうのになっちゃったんで今日ご相談頂い,いてる方が30代の方なんでねそう考えると時間的にはものすごく貴重な。 あのー、時間を過ごしていると思うんですよ私の場合はこれからなんでねこれからあ子供が二十歳ぐらいになった時は私は生きてるかどうか分かんない年齢ですよ、うん、そんなことないでしょうって言うかもしれませんけども20年経ったら私70ですからねうちの大和くんが二十歳になった頃私は70ですから生存率は分のですよそう考えていくと本当に時間ないなと思うし多分同じ40代以上に 健康にも気を使ってねストレスを抱えないようにそして一日一日を今日が最後の人生じゃないかなと思ってやりきることにしてますんでだから自然奥さんに対して子供に対して社会に対しての接し方も通常の20代30代で新婚ホヤホヤみたいな人ととは全然違うと思う思んですよこれは自分のビジネスにおけるマインドセットそのまま自分の暮らしに生かしてるところだと思いますんでその意味で言ったらね独身時代の二十数年っていうのは全部今使えてるなと思います。 えと家事も育児もその他のことも全部私一人でやっても大丈夫な状況になってますし当然独身時代が長いんで全部得意ですしねこれは別の動画でもお話ししましたけどもちょっと長くなりましたねまたすみませんはい学校行事の参加についてですけども、うん、まあ確かに最近はあんまり大人数で参加しないでってことなんであの特に学,学校行事についてもね あのシングルマザーの方一人で参加してもあのそんなに、まあ、大丈夫っていうかね目立たないようになってるのかなと思いますけどもこういうところも多くのかシングルマザーの方結構共感されるんじゃないですかね以前はこうだったけども今はね本当楽になったよねみたいな感じでね、はい、で最後になると思いますけども経済的な不安これあるでしょやっぱりねシングルマザーだと経済的不安,不安っていうのはすごくあると思うんですよでもねこれもよく考えてみてください ご主人がいらっっしゃった頃は全部これれご主人1人ででやってくれたんですよ。その上で温かい家庭なら別ですけどももしかしたら「お父さん臭い」とか言われたのかもしれないですね思春期の娘さんとかには。家庭の中では何かしんないけど自分が一家のねあるじとしてあんまり尊重されてなかったっていうふうな惨めな気持ちを感じたのかもしれませんしで自分の好きなことに使えるべき時間とかお金っていうのも家族のためにね 全然自分のものになっていなくって不満が募るところもあるかもしれません。まあ、そうなったらあのこのこの過程さえなければなって思っちゃう瞬間って男性の中にね結構生じてくるんじゃないかなと思うんですよ。うんだからねあのシングルマザーになってみてあお金稼ぐってこんなに大変なことだったんだなんでこれを分かってあげられなかったんだろうとかね確かに自分の使えるお金や時間って全くないじゃんこれ シングルになっていきなりきつくなったよね。でも、もしかしたら、家庭を抱えたご主人さんっていうのはみんなこんな気持ちでやってるんだと思ったら、しまった、気づいてあげられなかったってことがね、結構あるかもしれないですよね。うん、もちろん、あの、家庭があることによってね、男性も救われた面っていうのは結構あるんですよ。だからそれの、あれじゃないですか、トレードオフのバランスじゃないですかね。自分がものすごく、う頑張って戦ってきた、そして、稼いで帰ってきたときに、 あのそれに見合ったぐらいの癒しとか尊重心がか家族から向けられていたらやっぱり家族っていいなと思うけども家族に帰った時になんどこどこのなんとかちゃんは俺のことをすごく受け止めてくれるのになんかしんないけど結婚したはずの奥さんや家庭ってのはなんで俺この冷たいんだろうみたいに思っちゃったらねやっぱり変な方向に走っちゃいますんで。 まあどっかでやっぱりありがとうってあなたのおかげよっていうことがあると本当にねヘトヘトの中でもいやそうだろうって本当にありがとうねみたいな感じになっちゃうのかなと思うんですよ。まあ、私はねどちらにしても外で頑張って稼いでくるみたいな経験をしながら今家庭を運営してるわけじゃなくて完全に利回りで生きてるんでね。 私も社会に生かされているような感じなんで「いや奥さんのおっかけだよ子供のおっかけだよ社会の皆さんのおっかけだよと」となんか本当皆さんごめんなさいねありがとうね」みたいな感じなんでね全然考えたら違うんですけどもでもこの全てがなくって1日10時間12時間稼いできてそれで1か月3万円使いなさいって小遣い渡されたら「これで何しろ」って言うんじゃこれやろうみたいな違うんですよね。<laughs> <laughs> うん、はいまあいろいろと勝手なこと申し上げましたけども。 えと今回ねお話しさせてもらったことまあ、まあ、ほとんどプライバシーのことは話してないと思いますけどもシングルマザーならこんなことを感じるんだろうなところに対してね、えー、分かる面といやいやちょっと男性の立場からも言わしてみたいなことを両方ねお話してみましたでも今回お,いお寄せいただいたお考えシングルマザー上がられてるのはほとんどのシングルマザーの方がそうそうそうみたいな感じでむちゃくちゃ共感するんじゃないかなと思います で、同時にね私なりの意見を言わせてもらったのはスパイスなんですよこれどんなスパイスかっていうと今離婚してない男性も久保さんよく言ってくれたそれなんで分かってほしいのはっていうところとあとはね今ご結婚中の女性があそういうふうに男性の本音っていうのが隠れてるんだっていうふうに気付いていただければおそらくあの離婚しないでもなんとかやっていけるご家庭がね あのいい方向に進むんじゃないかなと思いますし離婚したら下で一定の納得感とか謎が解けたっていうところが出てくるんじゃないかなと思ってお話しさせてもらいましたはいえっ、ー、とそしてね今回頂い,いたメールの中にシングルになって良いことっていうのもありましたはいえー、旦那さんという存在に良い意味でも悪い意味でも翻弄されずに済むことですとありますよねはい、まあ、それはあるかもしれないですねうん 奥さんとか子供に翻弄されることがあるかなっていう不安はありましたけども私の場合は毎日翻弄されるどころかねもっともみくちゃにしてくださいみたいな感じでまだまだ余力がありますねその意味では独身時代に自分の力量を広げておいいかかったかなと思いますあの私ね従業員社員を抱えたりとかあの店舗を20店舗ぐらいやってたんでそれこそね社員や従業員からお客さんから悩まされることっていうのはすごく多かったんですよでそういういい経験を通じていくと 今奥さんと子供たった2人にしかあの、まあ、言ってみれば悩まされないわけなんで楽ちんですねすごくすごく楽ちんだから今までのことを考えたら家庭運営ってむちゃくちゃ楽みたいな感じですよねでこれはねちょっとひどい言葉になるかもしれませんけどもあの私がよくねあの決めづれ人として言わせていただくんですけどもどんな大変なことがあってもねあの女性にかけてきた苦労に比べたら大したことがないっていうね 女の子に翻弄されることに比べたらねああの他の他こととっってて楽だなーっていうところはありますもちろんこれは今まで私がお付き合いしてきた女性があまりにもわがままだっただけかもしれませんけども特に私ね年の差の恋愛ばっかりだったんでなんかお父さんみたいにいろいろとね押し付けられてきたりとかアテンされてきたこと多かったんでこういうふうに思いますからあのと同性での結婚だったらねこんな重、ね、荷にはならなかったんだと思いますけどもちょっとすいませんこんなことになってしまって。あのあのの 女と付き合うほど大変なことはないよねっていうね言葉なんですけどね。<laughs> これは別に女性をね、卑下してるわけではなくて、私の付き合い方とか受け止め方が悪かったっていうことをね、まあ、比喩してるんですけどね。はい。まあでもね、こういうふうにシングルになっていいことっていうのは、なんかこう、自分でやらなくちゃいけないけども、片っぽでは自分でできるっていうね、見方もできますよね。えー、ということで今回ね、あの、 いろいろとメールまだまだ続くんですけどもしっかり読ませていただいて私なりにね、えー、あの同じように感じるところといや男性の立場も分かっているところと織り交ぜて話させてもらいましたあのー、まあこのね私の話が皆さんにどう伝わるのかっていうのはちょっとね怖い思いもしますけども。 現時点で私が感じることでございますんで、もしかしたらね、あの、違う考えに私も影響を受けて、あ、確かに自分の言ったことってのは自分一人の勘違いだったかなっていうところもあるかもしれません。その辺はさぞ差し引いて、えー、受け取っていただければと思います。はい。これからもね、すべての人が幸せになれますように、えー、情報発信に努めていきますので、よろしくお願いします。それでは、今回は以上ですかね。じゃあ、ありがとうございました。